懐かしい感じがするぜ。あんたらにとってもここは忘れられない場所らしいな。うんふん。公爵、入り口まで出てきてるなんて。ひひ、オイラたちを迎えに来てくれたのか。ああ、あんたら二人と看護師長が紹介してくれたシャルロットさんをお迎えに来たんだ。フォンテーヌの噂に聞くばかりのあの公爵様にやっとお目にかかれるなんて。メロピデ要塞を訪問してのインタビューを受け入れてくださって本当にありがとうございます。どういたしまして。ただしインタビューの主な対象は俺じゃない。交わした約束を覚えているかい。あ、それはもちろんです。さあこちらへ。写真撮影は終わりましたから、そんなに緊張しなくていいですよ。Ich mag's auch nicht, fotografiert zu werden. 今の写真が本当にスチームバード新聞の一面に載るのですか？あるいはルールビーはジュリエと並んで新聞に載せられるのが嫌なのかも。そんなわけがないでしょう。ほう。そうやってきっぱり否定する様子から見ると、今回のインタビューにはかなり期待してるのかい？違います。僕はただインタビューなんて初めてですから、わざわざ僕にインタビューしに来てくれたスチームバード新聞にありがたい気持ちで。そうは見えないかもしれませんが、私はエドウィンさんにも一度お会いしたことがあるんですよ。でもここだけの話、あなたとおしゃべりする方が私は好きです。あなたは彼よりもさらに素晴らしいテンポの才をお持ちでいらっしゃると思います。奇跡を運ぶ船舶、世の人を救う箱舟、あなたはまさに伝説に出てくる使者のように神話を再現なさったんですから。ですが、その空飛ぶ船は今どこにあるんでしょうか？シャルロットのやつ、またスクープを狙ってるな。大変申し訳ないが、あの船は今工場の奥にあるんだ。撮影のご案内はちょっと難しそうだな。そうなのですか？ではその穴埋めといってはなんですが、あなたにインタビューしても？ Sie lässt wirklich keine Gelegenheit ungenutzt。 答えはあんたもよくご存知だろう。俺なんかより看護師長をインタビューするか、あるいはこちらの天才研究員コンビの写真をもっと撮った方がいい。どうしてコンビの写真って強調なさるんですか？ではでは、一人ずつ2回撮らせていただくということで。僕の髪がおかしくないか、ちょっと見てくれないか？メロピデ要塞にもこんなに賑やかな日があるなんてな。って、待てよ。よく考えてみたら、前にも賑やかな時があったよな。あらら、みんな揃ってね。うちが作った新しい飲み物を飲んでみない？あ、看護師長。あの、シャルロットさん、どうぞメロピデ要塞の看護師長の素敵な写真も撮って差し上げてください。あ、ああ、もちろん。シグミさん、私についてきていただけますか？人が少なくて明るい場所がいいので。ん？あ、わかった。写真を撮るときは笑った方がいいの？それでここ最近メロピデ要塞はどうだったんだよ？見ての通り相変わらずさ。フォンテーヌで起きた変動はここにまでは大した影響を与えなかった。あの空飛ぶ船以外はですけどね。あれは目立ちすぎるのでみんなが気になってるみたいで。インタビューを受け入れたのもそのためさ。舞台裏の英雄にこそ世論のスポットライトは当てられるべきだ。そう思わないかい、ジュリエ、ルールビー。身に余るお言葉です。公爵も適度に表に出られた方がいいと思いますが、あなたはそれを嫌がりますから。スポットライトはやっぱりあんたらとこの二人の功労者に譲るよ。
Du gehst mit Risley eine Weile lang spazieren. Na, du hodo. Anohi, sore dake no koto ga okiteita no ka. Ano shikkoukan ni tsuite da ga. Anta ra mo oboeteru daro? Kare no 3 nin no kobun ga imada ni yatsu no kaeri o matteiru. Ja. Honto ni ichizu da na. Der ist von einem Loch ins nächste gefallen, sozusagen. Ii shirase to warui shirase ga aru to tsutae yo. Ii shirase wa彼らの兄貴がさほど多くの危険には遭遇していなかったこと、そして悪い知らせは脱獄の手助けをしたってことなら刑期が伸びるってことだな。それでお前の方はどうだ？変わりはないのか？変わりようがないだろう。メロピデ要塞はこれからも同じように稼働し続けるだろうし、ここにいる俺の責任も変わりはしないさ。フリーナ様が去ったことが何を意味するのか、果たしてフォンテーヌの制度はこれから変わるのか、そういった問題は水の上の人たちに悩んでもらおう。皆さん、こちらの撮影は終わりました。よし、じゃあ今日のインタビューはこれでお開きにしよう。ご協力どうもありがとうございました。旅人、帰りましょう。またお邪魔させてもらいますね。また？ええ、もしかしたら水中工場の記事を書くことになるかもしれませんので、その時はまたよろしくお願いします。よし、最後の目的地は不当よ。Aber stimmt, das würde mich auch nach wie vor noch interessieren, was jetzt eigentlich mit Florina ist, ne?Okay, die Quest heißt letzter Akt, also wird es tatsächlich vielleicht doch keinen sechsten Akt geben. Hm. Ich dachte, da kommt vielleicht noch was. Aber ja, was ist jetzt mit Furina? Was passiert jetzt mit ihr? Steht sie da unten? Nee, nur Lini und Lynette. Und Fremine.ナビアが教えてくれたの。リネさんたちとは手を組んだ時以来連絡を取り続けてるらしいわ。ね、最近あの子たちは不当のあたりで不思議なポケットを配ってるって。旅人、パイモン、それにシャルロットさん。マジックポケットはいかが？それって何かすごいものなの？物を運ぶ時に使える便利なポケット。海水の水位は戻ったけど、まだ至る所の水たまりに物が浮かんでる。このポケットを使えば運ぶことができるし、お友達に運んでもらうこともできるから。友達に運んでもらうって一体？フレミネみたいな友達がいれば力を貸してもらえる。そうでしょ、フレミネ。友達を作るのを手伝ってくれるってこういうことだったのか。なかなかいいアイディアね。もしよかったら連絡先を教えてもらえる？あ、わかった。僕の住所を教える。リネット、フレミネに人と交流してもらうために頑張ってるんだな。フレミネの方からもっと友達を作って人と交流したいって言い出したのよ。おお。それにマジックショーのアシスタントもやってみたいって。Na, das klingt doch gut. Als würde es zu ihm passen. ああ、まずはショーのアシスタントとしてペールスにも出てもらって、その後フレミニにも加わってもらおうと思ってるんだ。今後水中脱出は大方フレミニに任せられそうかな。潜水士の水中脱出を見たいと思う人はいるかしら。ま。きっとうまくいくさ。何事もまずは初めの一歩から。そのうちフレミネも僕たちのマジックショーの一員になるだろう。リネット、ちょっといい？シャルロットさんが僕たちの写真を撮ってくれるって。今行く。シャルロットさんは本当によく気がつく人だね。
僕が話したいことがあるのを読んで場を用意してくれるなんてそれで旅人、最近どうだい？ Oh ja, nicht schlecht. Es war ein stetiges Auf und Ab und ein extremer Schwall an Informationen, aber ja, nicht schlecht. お父様から聞いたけど、ここ最近君たちには大いに世話になったそうだね。君たちがフォンテーヌのために力を貸してくれたことに感謝してたよ。大したことじゃないで。フォンテーヌにはオイラたちの知り合いもいっぱいいるしな。そういえば、召使いは今どうしてるんだ？ああ、まだ知らなかったんだね。実は、そう。フリーナ様が去った後、お父様とヌビレット様との間で話し合いが行われてね。Oh. 結局、フォンテーヌの神の心は外交的贈与としてお父様に授けられたんだ。Okay. 外交的贈与？神の心を召使いにあげたってことか？ああ。僕も最初はすごく驚いたけど、よく考えてみたら、しかるべき理由がいろいろあるってことに気づいたのさ。例えば、例の皇子様の一件で誤った判決を下したことへのお詫び。それから皇子様が原始大会の中で鈍性のクジラを阻止してくれたことへのお礼。それだけじゃなくて、以前からお父様はフォンテーヌの機関やポア村長のことをいろいろと手伝ってたからね。それにしたっていくらなんでも、だって神の心なんだぞ。なんだか軽く扱いすぎじゃないか。それもそうかもね。ただヌビレット様はこの件に対して明らかな態度の変化があったって噂だよ。え？じゃあ、あいつしか知らない理由でもあるのか？さあ、それはご本人に聞いてみるしかなさそうだね。あ、前にメロピデ要塞の入り口付近で散歩中のヌビレット様を見かけたよ。あいつってすごく忙しいんじゃないのか？そんな暇があるなんて意外だな。でも神の心は召使いにやったんだろ？じゃあタルタリアはどうなるんだ？聞いた話だけど、皇子様はすでにスネージナヤに戻って療養してるそうだ。前回の災いが起こった時、彼は生死の境をさまよってたからね。Dann kann ich ihn wohl jetzt zu meinen Kampfkameraden zählen. Das kommt mir doch schon die ganze Zeit, oder nicht? So, so. 今までファデュイとの間じゃいざこざがたくさんあったけど、まさか今回はファデュイと味方になるなんてな。立場が変わっただけのこと。それほど驚くことがあるかな。アルギノ。いや。Die Stimme erkenne ich doch. お父様。Die hübsche. 子供たちの様子を見に不当に来たんだが、旅人にも会えるとは。フォンテーヌでの私の成果についてはあまり気にしないでくれたまえ。それは必然の結果とも言えるのだから。その、お前は神の心をスネージナヤに持ち帰るのか？これはもとより我々執行官の責務だ。立場にこだわる必要などない。ファデュイが目指すゴールは、ある場所や個人ではなく、この世そのもの。これほど壮大なゴールを掲げる我々としては、複数の顔を持たないことの方が難しいだろう。そしてまさにこの私も、さまざまな顔を見せ続けてきた。Wirst du auf dieser Seite bleiben? それは未来の多種多様な可能性によって決まる。私は、誰かに長いスパンでの約束を言い渡されたとしても、信頼しないし、自らもそんな約束はしない。一時にとどまるのみの真摯さは、本当の真摯さとは言えないからね。また次に手を取り合える日を楽しみにしていよう。善行は一人では成し遂げられないからね。それに、君たちは実に優秀な協力者だった。Und ich finde, dementsprechend solltest du dann, wenn du endlich aus Banner kommst, als ganz schnell als C6 zu mir kommen, ja? Danke. Mir ist gerade etwas eingefallen. Könntest du das bitte für uns weitergeben? Kami-no-me? Ryōkai-shita. Kōshi-no-tame.
大切に預かってくれていたんだね。ありがとう。こっちはおい、まさか。こんにちは、記者のお嬢さん。こんにちは。私の記憶が間違ってなければ、あなたのお写真を撮らせていただくためには確か外務省に届ける必要がありますよね。おっしゃる通り、残念ながら君の取材には応じることができない。代わりと言ってはなんだが、この子たちの魔術師としての、そして未来の神聖魔術師としての一面をたっぷり書いていただければ嬉しい限りだ。はい、お任せください。実に気持ちいい海風だ。天気がいいうちに散歩の続きでもするとしよう。では失礼する。Ich will mitkommen。お父様、それではまた。あの方すごい威圧感だったね。シャッターを押す勇気すら出なかった。まあ幸い取材はほぼ終わったし、これだけの材料があれば記事を書くには十分かな。本当にありがとね。そう固くならないで。そうだ、お別れの前にマジックポケットをもらってくれるかな。旅人とパイモンも一つずつどうぞ。物を運ぶためのポケットだっけか。そうだよ。確か君たちに初めて会った時も僕たちはマジックポケットを配ってたね。そして今偶然にも同じことをやってる。いろんなことが起きたけど、ポケットはあの時と全く変わっていない。これこそが人生ってやつなのかな。人生の道で遭遇する全ての出会いは縁に導かれた結果なんだね。よし、また他のエリアでもポケットを配らないとだから、お先に失礼するね。旅人、パイモン、いい一日を。シャルロットも見送り終わったし、ナビレットの様子を見に行こうぜ。あいつオイラたちと話をする暇がないくらい忙しかったりしないといいんだけど。Ja, dann mal auf zu Neverland. Ich frage mich ja echt, was jetzt mit Forina ist, ne? Das hörte sich ja so an, als wäre sie tatsächlich verschwunden, nach all den Geschehnissen, die passiert sind. Die Frage ist nur erstens warum und zweitens wohin. Da müsste jetzt wahrscheinlich Neverland erstmal die stellvertretende Rolle des Archons übernehmen.Wo ist er denn? Hä? Er ist draußen? Ich dachte, er wäre drin. Hat euch ja auch die Tür gezeigt, oder bin ich jetzt doof? Ah, neben die Tür. Ah, gut, okay. Dann bin ich doof.